Lexel presents。 皆さんこんにちは、奈良橋明です。今回の Lexel presents アントラーズリポートは、去年の8月に完成したアカデミーハウスからお送りします。というわけで、今回のゲストはこの場所にぴったりな選手をお呼びいたしました。今年で5年目のシーズンを迎えた町田浩樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このはい、アカデミーハウスは実際初めてです、ここに来るのは。はい、どうですか、印象は。いやー、もう羨ましいです。まあ、いろいろと本編で、まあ、そういうこともいろいろと話していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は町田選手のプレー面はもちろん、プライベートな部分もたっぷり深く掘り下げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、Lexel presents アントラーズリポート、プレイヤーズエディション、スタートです。番組、初めてですね、このアカデミーハウスのラウンジから進行をしていきますが、まあ、オープニングで、まあ、アカデミーハウスの、まあ、印象を聞いたんですけど、やっぱり今年から、まあ、ユースの監督でもあった、はい、まあ、恩師、ね、町にとって恩師だと思いますけど、熊谷浩二、はい、コーチですね。そうですね。まあ、就任しましたけど、どうですか、またこう一緒にやるというところでは。いやー、また一緒にこうやれると思ってなかったので、うん、まあ、嬉しさ反面緊張感も最初はあったんですけど、うん、まあ、今はもう、うん、慣れて、うん、まあ、また一緒にやれるので嬉しく思います。はい、まあ、というわけでですね、はい、こう番組の前半は、町のことをみんなによく知ってもらうためにこんな企画を用意しました。題して、町田浩樹を深く掘り下げる3つのキーワード。まあね、サポーターには町田の素顔を、はい、まあ、よくこう知ってもらったら、もっともっとファンが増えるんじゃないかということで、はい、こう3つのキーワードを、まあ、用意したんですが、というわけで最初のキーワードはこちら。いろんな、はい、まあ、選手や、はい、まあ、番組のスタッフがこういろいろと、はい、まあ、情報を仕入れてるんですけど、はい、まあ、スタッフに町はどんな性格って聞いたんですか。はい、みんなが、はい、まあ、ほとんど口を揃えて真面目と言ってたと。はいはい、なるほど。町はその辺どう思ってるんですか。どう思ってるか。だからほら、まあ、俺もこう、ほら、町とね、まあ、たまにこう、はい、まあ、そんなこう話す気はないですけど、すごくこうしっかりしてるっていうふうにすごく思うんですけど、はい、それも小さい頃からの性格ですか。そうなんですかね。そうだと思います。はい、ここはやっぱりこうそうやってご両親に育てられたっていうのも一つあるんですか。それもあるとは思いますけど、どちらかとそんなになんか厳しい両親でもなかったので、どうなんですかね。じゃあチームの中では、はい、まあ、まだね、今年5年目ですけど、はい、どんなポジション？鹿島の在籍率言ったら僕結構上の方なんで。そうか、はい、5年目ってなんか長い、短いようで長いというか、結構最近こうチームの選手の入れ替わりが早いんで、そういう意味ではこう、なんていうんですかね、それこそバランサーというか、まあ、いろんな人と関わるっていうのも多いかなと思いますね。そっか、5年目でそうやってやっぱりこうチームとしても信用されてる立ち位置になってるっていうこと。マッチはそう思ってくれれば、みんなが思っててくれたら嬉しいですけど、はい、僕はね、まあ、そういうふうに思ってますし、はい、このぐらいピッチ内でもね、そうですね、はい、バランサーとしてプレーしてほしいと思います。はい、まあ、次なんですけど、町田浩樹を深く掘り下げる3つのキーワード、続いてはこちら。ということで2つ目のキーワードは読書っていうことなんですが、はい、普段から町田そんなに本を読んでいるんですか。そ
そんなに読んでることはないと思うんですけど、まあ、定期的には読むようにはしてます、はい、え、じゃあ、まあ、読書でも、はい、こういろいろとこう幅がね、はい、広いじゃないですか、はい、こう本を読み始めたのはいつ頃からですか？そうですね、高校とかもちょくちょくは読んでたんですけど、うん、なんか本格的にちゃんと読み始めたのはやっぱプロになってからですかね。やっぱプロになったら時間が結構練習以外の時間が多いじゃないですか、うん、そこで結構読んだりはしてます。はい、いやでも本当にもう外見でもその読書っていうかすごい合ってるなっていうのは本当にすごく思うんです。え、はい、どんな本をマッチは読んでるの？学術文献とかも読むし、ね、学術文献なんか研究的な大学でそういう、はい、おすすめしてもらう本だったりとか、まあ、小説ももちろん読みますし、うん、まあ、あと哲学的なとかのとかも、あとなんだろうな、まあ、本をたくさんやっぱり読むことで、はい、どうですか、プラスに影響は出てますか？はい、そうですね、なんかこう一つのことを見るとき、いろんな角度から見ることができるというか、うん、まあ、ただこう本を読んでそれを鵜呑みにするっていうのはあんま良くないと思っているので、うん、まあ、それをこう取り入れて自分の中で解釈して、うん、っていうのが読書は大事なのかなとは。まあ、次なんですけど、はい、町田浩樹を深く掘り下げる3つのキーワード、はい、最後はこちらになりました。ワン君がキーワードなんですか？そうなんです、まあ、多趣味じゃないですか。はい、そうですね、そうですね、ワンちゃん、はい、まあ、そういう中でこういう影響を受けてる、はい、まあ、ある番組スタッフが取材をしたところなんですけど、はいはい、まあ、それが料理と花生け、はいはい、ということで、まず、まあ、料理やってるんですか？はい、料理は自粛期間中はかなりやってましたね。どんなものをレパートリーとしては？なんか鶏肉をこうオーブンで焼いて、うん、味付けしてオーブンで焼いて食べたりとか、うん、まあ、ゴーヤチャンプルとか、おー、麻婆茄子とか。その料理を始めたのはいつ頃ですか？はい、いや本当にこの、 あのコロナでこう外で外食っていうのもちょっと抵抗があった時に、うん、まあ、どうせなら自分で作ろうかなとは思ってやり始めたんですけど、これじゃやったらやったら結構楽しくて、うん、でなんか料理器具とかも揃えて、うん、食器とかもちょっと揃えたりしたんですけど、うん、今は全くやってないです。じゃああれちょっと眠っちゃってる感じ、はい、食器がオブジェになっちゃってるかなって。わかりました。まあ、料理の、まあ、話は、はい、まあ聞いたんですけど、はい、花生けっていうのが僕もよく分かんないんですけど、はいはい、そもそも何ですか？ちょっと言い方が硬いかもしれないですね。え、どういう、こうお花を飾るだけなんですけど、うん、まあこうちょっとこう綺麗に見せるようにこう工夫したりとか。その花生けは、はい、現在進行形？現在進行形です。花生系はてか結構観葉植物とかも部屋に多いんで、うん、でなんか花生系ってなんか足すことよりも、はいはいはい、削ることに意味があるって、はい、ワンちゃんかな。いやこれ は、本で、うん、花生系の本を、うん、読んでる時に、うん、はい、これは どういう意味なの？なんか完成、一つのものを完成させようとするときに、うん、こういろんなものを足して足して大きくしたものがこう完成形だと思っちゃうじゃないですか、うんうん、それそうじゃなくて、うん、こう一つのものからもういらないものをそぎ落としてそぎ落としてシンプルにしたものが完成形だっていうのを、そのいろんな花にしても、はい、こういろんなこう削り方というかそういうのがある。そうですね、まあ、葉っぱの、うん、向きだったりその茎のこの曲がり方だったり、まあ、あとこう器との関係だったり、おー、そういうところも、はい、そういうあと光との関係っていうのも結構大事らしくて、
なんかじゃあそこをしっかり勉強してるっていう。そうです、勉強っていうのは、はい、その一冊の本読んで、うん、あそういう見方もあるんだっていう、はい、しっかりしてるなっていう本当に。だからそういうね、あの、まあ、料理とか、まあ、料理全然やらないし、はい、こう花なんてもう本当持ってないのか、はいはい、やっぱこうそういうことやらないとやっぱこうあれマチは考え込んじゃう。そうですね、結構考え込む方だと思いますね、はい。じゃあこれからもまあ花はしっかり継続して、はい、そうですね、やっていきたいと思います。なんか部屋にあるだけでもこう心が華やかになるんで。はい、番組の前半ではマチのキャラクターをたっぷりと掘り下げていきましたが、後半はサッカーの話をたっぷりとしたいと思います。楽しみに。リクシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディション、番組の後半はサッカーの話をたっぷりと聞きたいと思います。というわけで最初のテーマはこちら。まあ、今シーズン、まあ、監督も、はい、まあ、スタッフも、まあ、選手も、まあ、大幅に、はい、まあ、入れ替わった中で、ね、やってるサッカーも、まあ、これまでと、はい、まあ、違うスタイルに、まあ、取り組んでるわけなんですけど、まあ、ここまで、まあ、ゲームにも出てる、はい、もうマッチなんですけど、結果についてはどういうふうに思ってますか。はい、やっぱりこう鹿島がいるべき順位ではまずないなと思ってますし、うん、まあ、なかなか結果出てない中、こうすごいもどかしさっていうのは選手たちの中でもありますけど、うん、ただこうやろうとしてることだったり目指してるサッカーっていうのは、うん、まあ、間違いではないと思うので、まあ、今やってることを継続しつつこう結果に結びつけていくしかないなとは思ってます。うん、まあ、本当にこう、まあ、ザーゴさんが、はい、まあ、監督になって、まあ、特に結構センターバックでこう守備のところは、はい、どういうふうなことをこう言われてるんですか。はい、まあ、昨年までは結構、うん、センターバックはこう中心でどんと構えてっていうのを結構大岩監督は、うんうん、高さんね、はい、うん、求められてたんですけど、うん、今はこうサイドバックの裏のスペースもセンターバックがこうカバーするというか、うん、まあ、守備の時はこう横にスライドしてこう広いスペースをこう守らなきゃいけないっていうのは今年の特徴なのかなとは思います。まあ、あとはまあ攻撃の面においてもまあ大幅に変わったというか、まあこうやろうとしていることはね、ボランチが少し下がってセンターバックがね広がってね、ちょっとこう左右に広がるっていうことだと思うんですけど、まあ、うん、まあ、具体的にどういうことを攻撃に関しては言われてますか。はい、まあ、まずはボール保持してゴールに行くっていうことで、うん、まあ、低い位置でもこうゴールキックも今年は下からつなぐっていうのは、うん、目指してやってますし、まあ、ただそんな中でこう相手がこう前から来たら、前がどうそうだったらシンプルにそこで前にロングボール蹴って勝負させるっていうのも、うん、まあ、試合の中ではやってはいます。はい、求められているものはたくさんあると思うんですけど、はい、そういうところは細かく、はい、ザーゴさんには言われているんですか。そうですね、こうセンターバックとして求められていることはすごい多いんですけど、うん、その分こうやることとやらないことがはっきりしているというか、うん、まあ、それはすごい、まあ、分かりやすいですし、うん、まあ、監督もすごいコミュニケーション取ってくれるので、うん、そこは、はい、まあ、その質っていうのはもっともっと上げなきゃいけないとは思ってますけど、うん、それは継続してやっていきたいなとは思います。はい、なんかこうプレーとか見てて、はい、結構マチがこう前にガツガツいってるなという印象がすごく強いんですけど、はいはい、そういうところは意識をしてますか。はい、まあ、監督に結構求められていることではあるんですけど、やっぱりこう前線からボールを奪いに行く分、センターバックもやっぱり前重心になってしまうのは仕方ないですし、ただそこでこう、ファールできるっていうのをある意味こう技術というか、まあ、自分の後ろにすごい大きいスペースが空いてしまう分、抜かれたらピンチになってしまうので、そこはこうガツガツいって、
激しくいってボール奪い取るだったりっていうのはすごい監督も求めているところだと思います。はい、まあ、それとね、マチね、はい、まあ、今シーズンからセットプレーのところでゾーンで守ってるじゃないですか、はいはい、そこの何ですかね、まあ、ゾーンでやる、はい、まあ、選手との、まあ、関係というか、はい、そういうところはどうですか。まあ、ゾーンといってもこうゾーンとマンツーマンの併用みたいな感じなんですけど、まあ、これはやっぱりこう今年からこう VAR がどうしてもあるってな、うん、まあ、今はないんですけど、うん、あるシーズンだったんで、うん、まあ、こうペナルティーエリア内でこう不用意なファールができないというか、うん、そういうのも含めてこうゾーンに変更したと思うんですけど、うん、まあ、ただこうその中でこうやっぱり失点最近多くて、そのコーナーキックからの失点だったりセットプレーの失点っていうのは多くて、まあ、やっぱりこうゾーンになるとこう個人の責任がこう曖昧になってしまうというか、マンツーマンの時よりこう人任せにできるというか、悪い意味で言ったら、まあ、そこがこう恨みに出ちゃってる部分はあると思うので、まあ、もっともっとこう一人一人がこう責任感を持って守備はしなきゃいけないなとは思っています。はい、やっぱり多少の難しさはある。そうですね、うん、難しさはありますけど、うんうん、まあ、一人一人がこうもっと自分が守るんだっていう勢いだったり気迫っていうのを見せれば、もっともっとうまく守れると思うので、ゾーンは、うん、そこはもう修正していかなくちゃいけないとは思いますね。はい、本当に全くね、あの新しいことにチャレンジしているわけで、はい、まあ、すぐにやっぱり結果を出すのは難しいと思うんですけど、まあ、そこでやっぱ考えすぎたり焦ったりするとね、まあ、状態はまあ悪くなる一歩だと思うので、はい、本当大切なのは、まあ、苦しい時こそやっぱりみんなで、まあ、何ができるかだと思いますので、はい、まあ、アマチュアにはね、ぜひこれからもセンターバックとして後ろから、はい、頑張ってほしいと思います。はい、というわけで、最後のテーマはこちらになりました。まあ、アントラーズのやっぱり歴代、もうセンターバックといえばいろんな方が、はいはい、濃いキャラの方がいろいろと言いましたが、はい、まあ、秋さんをはじめ、まあ、大輝もそうですし、はい、まあ、ゲンと、まあ、日本を代表する、まあ、センターバックが、うん、まあ、たくさんプレーしてる、まあ、イメージがあると思うんですけど、はい、やっぱそのアントラーズセンターバック像っていう、はい、そういう歴史はマチはどう？やっぱりこう鹿島の3番っていうか、そういう力強いイメージはもちろんありますし、うん、こうやっぱりこう無失点で守ってコーナーキックからヘディングで勝つっていう、うん、そんなイメージもあるんで、うん、そこはやっぱり自分も求めていきたいところではありますね。はい、実際に絡んだのは、はい、ゲン君。そうですね、一緒に練習とかやってるのはゲン君ぐらいですかね。まあ、大輝さんは、まあ、多少話したりはするんですけど、はい、高いからね、はい、僕も先生と、はい、どうですか、まあ、ゲンと一緒にプレーして、はい、自分の中でこう、はい、やっぱりゲン君の対人の能力っていうのはすごい、見てて、刺激もらいましたし、まあ、僕が1年目の時とかはやっぱりこうゲン君がこういろいろ、センターバックとしての振る舞いだったりっていうのも教えてくれてたんで、まあ、僕が初めてこう J リーグ出た時だったりっていうのも、こうセンターバックはやられて成長するからみたいな感じで言ってくれて、まあ、すごいこうお手本となる先輩だったなとは思います。はい、またセンターバックとして、まあ、しっかり後ろから声を出すとか、はい、あと1対1のところとか、まあ、そういうところを本当にこう、ね、求められている、はい、まあ、攻撃ではフィードとか、まあ、そういうところが求められていると思うんですけど、はい、その辺の手応えは感じてますか？はい、そうですね、こう毎試合毎試合良くなっている自信はもちろんありますし、うん、まあ、去年よりも今年っていうのはもちろんですし、うん、まあ、ただやっぱり物足りなさっていうのはもちろん、今までのこう先輩方と比べたらあると思うので、うん、
そこはもっともっとこうたくましさというか強さっていうのは発揮していかなくちゃいけないなとは思います、はい、まあ僕も OB として、はい、まあ、数多くの、はい、まあ、センターバックの方とプレーしたわけなんですよ。 まあ、その中で結構うるさいんですよ、はい、センターバックお空にの方が、はい、いちいち、はい、いちいち、なんだろう、こう試合だけじゃなくてこう練習中とか、はい、そういうところでもこう嫌われ役までいかないけど、うん、こう声を出すっていうところを、はい、やっぱ常に、うん、なんかいろんな方がそこは意識してたと思うんですけど、はい、そういうところもやっぱり町にはこれから要求されてくると思うんですけど、はい、そういう意識っていうのはどうですか。そうですね、まあ、さっき言ったようにこうもっとこう自分がチームを引っ張っていかなきゃいけない立場になったというか、うん、まあ、そういう面も含めてこうもっとこうきつく言わなきゃいけないところは言わなきゃいけないと思いますし、うん、まあ、本当さっき奈良さん言ったようにこう嫌われ役というかそういう選手が今はこう少ないので、うん、そこはもっとこう自分が、うん、率先してやっていかなくちゃいけないなとは思いますね。いやでも本当に、ね、今結果も出てない中で、はい、まあ、サポーターもすごくなんかもやもや、はい、まあ、してる、まあ、してると思うんですけど、はい、まあ、このねやっぱ壁を乗り越えれば、はい、まあ、チームとしても町としてもやっぱこうレベルアップできると思いますので、これからもしっかりと陰ながら応援していきたいと思いますので、これからも頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今回のゲストは町田浩樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。